はい、今のはここの距離でやったよな。その場の距離でやったな。これをちょっと離すと、刻みで入っていい。これでパーンって決めれたらいいよな。決めれたらいいんやけど、もしこの刻みが返されこの時でもこっちで取れるよな。こういった組み立てができるから、刻みわざとこっちの手に反応をさしといて、反応を出したところを取る。いいかな。どっち取る？刻み取らない。これ一つ覚えてると、いろんなバリエーションが増えてくるよな。ただ単に刻み、これしか入れなかった人が、一つ覚えるだけで、これ一つ目。ここでも、その距離を変えていけば、いろんなバリエーションがあるな。もう回してもいいやろうし。っていう風に変化していけるから、ちょっとこういったことを覚えるっていうのも大切かな。いいかな、はい、じゃあ一回距離を取って、この刻みを見せ技にして反応したところダッキングで潜ってから決める練習しようか。分かった。刻み好きはしっかり距離を取って打ち込みに行くな。打ち込みに行ったのをこっちの人は返す。分かった。ただ単にその場にやったらさっきと一緒やから、距離を出して飛び込んでいく。刻みはで、それを受けさしたところを潜る。で次を取る。分かった。その刻みをしっかり、刻みで相手を下げて反応させへんかったらこの技はできへんから。反応させへんかったらただ単にダッキングするだけやん。パチンってもらうだけやろ。ここを出ささなあかんやから、浮かさなあかんやから。浮かすためにはやっぱり自分が刻みをポーン飛んでいかへんかったな。分かった。はい、そこ意識して、いくよー。エッチ。おお、うまい、いいよ。はい、ねえ、返し、しっかり顔狙ってみて。3、おー、いいよ。こうやって正体同士、逆体同士やったら、逆体かもね、逆体同士やったら刻みついてこっちで返せろ。相手の外側に逃げれるからかわしやすいやな。でも正体になってる。こういうパターンもあるわな。逆体と正体のパターンで、逆体と正体のパターンの時はダッキングってすごく気をつけとかへんかったら、相手のオープンスペースの方にダッキングすることやから、こっちにダッキングしたってなんぼでも飛んでくるわな。わざわざ思ってないから、こっちも飛んでくるわな。だから気をつけとかなあかんから。でもまあ今はこっちで返すって決まってるのに対して、刻みで入って普通にダッキングだけしたってここ打たれたら打ちやすいやな。打ちやすいところでダッキングしてしまうから、ついてこの前の手で防ぎながらダッキングしてみ。遅いな、もうちょっと。そう、もう一丁こっち向こう見て。手がない。そう、それでもうちょっと潜らなあかん。はい、今の感じ。抜けてるやろ。
このガードがあるだけで取りこっちの人からしたら旗上がりにくいな。だから前の手でついてダッキングはこれだけじゃなくてポーンとこれでガードするっていうのもでこれで当てさせてポーンってつくようなイメージ。これでも取れるから確実こっちの方が特に生体虐待の時はこれだけやったらやられる可能性が高いからだから手をガードで置いとくっていうのも一つ覚えといて。わかった？